SYK と書いてサイといいます。どうもサイチャンネルのサイです。このチャンネルでは映画の最新情報、復習、考察、こなた感想を中心に扱っています。今回は MCU のあまりにもデカすぎるヴィラン10体を解説していきます。今回の選出はあくまで独断と偏見で決めたものなので、その点はご理解ください。またこの動画には以下作品のネタバレを含みますのでご注意ください。他にもマーベル関連動画を出していますので、そちらもぜひ見てみてください。それでは早速いきましょう。まず最初はカル・オブ・シディアン。サノスの直属の部下、ブラックオーダーの一員である彼は、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーでテスラクト奪還のため、アスガルドの民を虐殺し、その後地球にあるタイムストーン奪還のため、エボニー・マウと共にアイアンマン、ドクター・ストレンジ、ブルース・バナー、ウォン、スパイダーマンと対峙。しかし、ワカンダの戦いでは、ハルクバスターを着たブルース・バナーに敗北。アベンジャーズ・エンドゲームでは、2014年からタイムスリップして、2023年の最終決戦で登場したものの、巨大化したアントマンにより踏み殺されてしまいました。そんな彼の身長は約 3.6 メートル。これを身近なものに例えると、学校にある黒板の横の長さが 3.6 メートルなので、黒板を縦にすると、カル・オブ・シディアンの身長になります。次はデストロイヤー。神の国アスガルドの王座をロキが一時的に乗っ取り、地球に追放されていたソウを殺すために送り込んだロボット。最終的にソウがこれを機能停止にし、シールドにより回収。その後デストロイヤーのエネルギーブラストを利用した武器を開発し、アベンジャーズではシールドのフィル・コールソンがこの武器をロキに対して使用しようとしました。そんなデストロイヤーの身長は約5メートル。劇中ではガソリンスタンドの屋根とほぼ同じくらいの高さでした。次はフェンリス・ウルフ。ソウの姉、ヘラに仕えた巨大な狼であり、銃弾などは効きません。劇中ではハルクと対峙し、敗北。そんな彼女の身長は約8メートル。これは東京ディズニーシーのアクアスフィアの直径や、鹿児島の西郷隆盛像と同じです。次はリヴァイアさん。アベンジャーズのニューヨーク決戦では、チタオリ軍としてアベンジャーズを苦しめましたが、ハルクがこれを一撃で仕留めていました。そしてアベンジャーズエンドゲームでは、サノス軍として彼らを苦しめ、ワンダやバルキリーがこれに対抗していました。リヴァイアさんの全長は約60メートル。これは東京ディズニーシーにあるタワーオブテラーの高さとほぼ同じです。次はドウェラー・イン・ダークネス。シャンチー・テンリングスの伝説に登場し、魂を吸収し、それを食べるこの怪物は、数千年前に幽閉されていたものの、シャンチーの父、ウェンウーを騙し、自身の解放を手助けさせました。しかし、シャンチーとの戦いで敗北することになります。そんな彼の全長は約90メートルから110メートル。これは30階建てのマンションの高さとほぼ同じです。次はアライオス。アライオスはドラマロキに登場し、選定した者が一箇所に集まる虚無という場所にいる超時空的な存在。アライオスはかつて起こったマルチバース戦争で誕生し、あり続ける者はこれを利用し、神聖時間軸を支配していました。そんな彼の全長は約500メートル。単純計算するとこれは90階建てマンションの高さとほぼ同じです。次はスルト。ムスペルヘイムの領主であり、炎の悪魔である彼は、数千年前にソウの父、オーディンにより、ムスペルヘイムに5000年以上幽閉。その後、スルトは再び覇権を握ろうとしましたが、ソウに敗北。しかし、マイティソウバトルロイヤルでヘラを食い止めることに利用されるために、ロキの手により復活を遂げ、ヘラと対峙することとなりますが、その後の彼の行方は、現時点では不明です。そんな彼の身長は約1000メートル。これは現在建設中のサウジアラビアのジッタタワーとほぼ同じ高さです。次はドルマム。暗黒次元ダークディメンションの支配者である彼は地球を支配することを目論んでいましたが、ストレンジはタイムストーンで彼を無限ループに追い込み、頭脳戦に持ちかけ、彼を退けることに成功しました。彼は劇中では顔しか登場していなかったですが、全長はスルトとほぼ同じ1000メートルです。次はエゴ。スターロードことピーター・クイルの実の父親である彼は、セレスティアルであり、様々な惑星に種を植え付け、自分以外の全ての生命を根絶しようと考えていました。人前に出るときは自らデザインしたゲーム APEX のヒューズに激似の肉体を使用しますが、本来は肉体を持たず、青光の脳をコアとしてそこに意識を宿しているため、今回は惑星全体を大きさとして判断します。惑星エゴの直径は約3000メートルです。次はアリシム。プライムセレスティアルである彼は太陽を作り出し、命を生み出しました。エターナルズとディビアンツを創造した張本人でもあります。彼の計画はエターナルズにより阻止されたものの、最終的にそのうちの3人を連行し姿を消しました。劇中ではあまりのデカさに巨大生物恐怖症の僕にとってはトラウマレベル。彼の具体的なデカさは不明ですが、地球と同じサイズ、もしくはそれ以上の大きさだと考えられます。
はい、いかがでしたでしょうか。ぜひあなたが好きな規格外キャラもコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もフォローお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。